こんにちは、ま、にです今回は107回薬剤師国家試験攻略メソッドの第10回モ虫の衛星の解説動画をやっていきたいかなと思いますそれでは早速やっていきましょう問い1問目硫酸銀を添加して塩化物イオンの妨害を除去する COD の測定法は次のうちどれか1番ニクロム,ニクロム酸法 2番酸性高温カマンガン酸法3番ウィンクラー法4番アルカリ性カマンガン酸法5番 DPD 法ですねそれでは早速いってみましょう1番は丸になります硫酸銀を添加して塩化物イオンの妨害を除去する COD の測定法はニクロム酸法ですね そして2番は×になります。酸性高温カマンガン酸法は、AGNO3 を添加して加物への妨害を除去すると、また工場排水試験方法の実施法に採用されているということですね。3番は×になります。ウィンクラ法は、アショウ酸塩など還元性物質の存在で、溶存酸素を消費させるので、DO 値は影響されて低下する。そのため、 はジかナトリウムを加えて妨害を防ぐということですね。そして4番もツになります。アルカリ性カマンガン酸法は塩化物イオンの影響を受けず海水の測定に適していると。そして5番もツになります。DBD 法は結合残留塩素イコール全残留塩素プラス有利残留塩素で表されるということですね。はい、ここから言えることは、これは どういった試験なのかっていうところですね、まあ。いろんな試験法があったりするんですけど、その試験法について、あのどのような仕組みになってるかっていうのを理解しないと、全然頭に入ってこないんで、全く意味がわからず、これはこれが答えだからこれみたいな、そういったことになりがちなので、まあ、どういった方法が、まあ、こういったあの試験法であると。で ま、例としてこういうのがあったりとか、で、どんどん、あの、知識の範囲を広げていってください。それでは次行ってみましょう。問い2問目。SO2 及び SO3 が測定できる測定法は次のうちどれか。1番、溶液導電率法。2番、ザルツマン法。3番、重量法。4番、中性溶化カリウム法。5番、赤外線吸収法ですね。 それでは答えに行ってみましょう。1番は丸になります。溶液導電率法は空気を一定流速で一定時間吸収液の過酸化水素水と反応させると HSO 法を生成するのでこの溶液の導電率を測定すると SO2 及び SO3 が測定できるということですね。そして2番は×になります。ザルツマン法はザルツマン主薬である セルファニル酸と N エチレンジアミン2塩酸塩が NO2 と反応して生じる桃紫色のアゾシギスを測定すると NO はゼルスマン主薬と直接には反応しないのであらかじめ酸化剤で酸化した後測定しなければならない NO と NO2 を分別定量できるということですねそして3番も×になります重量法は 浮遊粒子状物質を測定に用いられ、ローボリュームエアーサンプラーやハイボリュームエアーサンプラーを用いるということですね。そして4番も×になります。中性溶化カリウムは4は、効化学オキシタン n の測定に用いられ、I3- の吸収極大である350ナノメートルの吸高度を測定すると。 そして5番も×になります。赤外線吸収法は、一酸化炭素の測定に用いられ、主に非分散型赤外線吸収装置が用いられるということですね。これもどの方、えー、試験法がどういった試験法なのかっていうのも理解しないといけない。例えば、えー、ザルツマ法とか、そのザル,ツザルツマ法だけで問題が出た年もあるので、 まあそういったところですねあの理解する必要があるというところですねそれでは次行ってみましょう問い3問目粒子状物質の性質として液体のものは次のうちどれか1番ミスト2番ヒューム3番効果学オキシダント4番ダスト5番アスベストですねそれでは答えに行ってみましょう1番は丸になります 粒子状物質の性質として液体のものはミストということですね。そして2番は×になります。ヒュームは粒子状物質の中で固体であり、例としてカドミウム、鉛などがあるということですね。そして3番も×になります。高化学オキシダントは代表的な二次汚染物質であり、オゾンパンなど、高化学反応により生成される強い酸化力を有するものであると。 そして4番もツになります。ダストは粒子状物質の中の個体であり、例として穀物庫などがあるということですね。そして5番もツになります。アスベストは大気汚染防止法において特定粉塵として事務所の敷地強化における大気中濃度の基準値が設定されているということですね。まあ、ここも高価学を聞きしとボーンと。 一問出てまあそういったどういった方法なのかっていうのも出たりするしまた今回は液、えー、体上の流浄物質であったけど固体のものはどれ2つ選べとかそういったのもあるだろうしうんまあそういったところですかねまだあだと他の科目との関連があんまりなくなってくるとあんまりあのー 効率的に点数を上げていかないんですけどただ衛星の問題に関しては基本的に知っていれば点数につながる問題が、まあ、逆に言うと多いので、まあ、拾えれば他の人と差ができていくそういった科目になっていくので、まあ、頑張ってみてくださいそれでは次行ってみましょう問4問目冷たく重い空気が斜面に沿って 盆地や谷間に流れ込み生じる大気汚染に影響する気象要因である逆転層は次のうちどれか1番放射性逆転2番地形性逆転3番沈降性逆転4番前線性逆転ということですねそれでは答えにいってみましょう1番は×になります放射性逆転は夜間の放射冷却によって 地表面付近の空気が上空よりも早く。冷やされて生じる。特に。冬季晴天の夜間地上200メートル以下風速3。メートルパーセコンド以下で。発生しやすいということですね。そして2番は丸になります。冷たく重い空気が斜面に沿って盆地や谷間に流れ込み生じる。 対汚染に影響する気象要因である逆転層は地形性逆転ということですね。そして3番は×になります。沈降性逆転は高気圧圏内では沈降性の気流が存在するため空気が沈降し断熱圧縮により気温が上昇し生じると。地表付近の対流活動により下流気流は地上まで到達できないため。 逆転層の加減は1000メートル前後であることが多いということですね。そして4番は×になります。前線性逆転は、換気団が暖気団の下に入り込み生じるということですね。えー、まあ、この問題、なんて言えばいいんだ。えー、逆転層の問題。結構、ここ最近だと、あの、図で表してくる問題が結構多いですね。 なのでまあすごく図をチェックしてあのどれがどの逆転層なのかっていうのを、まあ、把握する必要があるというところですねそれでは次行ってみましょう問い5問目補正感覚温度の測定に必要な因子として誤っているものは次のうちどれか1番気温2番気質3番型冷却力4番軌道 5番、熱とということですね。それでは答えにいってみましょう1番と2番と4番と5番は丸になりますそして3番が×になります補正感覚温度の測定に必要な因子として気温気質気道熱腹射が挙げられるとまた必要な器具はアスマン痛風乾湿系肩温度計、呼吸温度計があるということですね ここは本当に知ってるか知らないかの問題逆に意外とあの覚えきれなくてとか忘れてとかで失点してしまうということがあったりするのでちょっともったいないですね他のことを覚える時間量とここを覚える時間量を比べてみて意外とここの覚える時間量の方が少ないので覚えれば 得点できる問題なので、まあ、そういったところ衛星をちょこちょこと拾ってってっていうのが、まあ、結構効率いいかなとすごく思いますね。はいということで今回は「107回薬剤師国家試験攻略メソッド」の第10回正茂氏の衛星の解説動画でしたそれではご視聴ありがとうございます 国家試験攻略メソッドは無上で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。ま a s a 4 6 4 9 4の YouTube チャンネル登録、Twitter、フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。